太郎飯。はい、こんにちは、太郎飯太郎です。今日の料理なんですけども、今日はね、ダイエット定番の食材、こちらささみを使ってささみユッケ作っていこうと思います。ちょっとね、寝起きなんでね、カメラの前に出るのは自重しましたちょっとね、朝ごはんを作ろうと思いまして、ささみユッケね、今日は作っていこうと思います。ではね、早速調理していきます。まずは材料なんですけど、まあ、さっき言った通り、鶏ささみね、ささみとネギ、白ネギときゅうり、あとみょうが、大葉、糸唐辛子、生卵、こちらの方を使っていこうと思います。はい、じゃあまずはね、きゅうりの方から切っていこうと思います。きゅうりは千切りにしていきます。こんな感じでね、細く切ったら塩もみしていこうと思うので、適量のお塩かけていきます。はい、これでもみもみですね、していきます。塩もみすることでね、余計な水分が出ていくので、最後にね、味が薄まらないので、塩もみしっかり、手間がかかりますけど、やっていきましょう。はい、ではね、しばらく置いておきます。はい、次にね、白ネギですね。白ネギはみじん切りにしていきます。次にね、ささみですね。ささみは、今日は火を使わないで電子レンジで温めていくので、まあ、火が通りやすいように、まあ、適当にそげ切りしていこうと思います。あとでお肉は全部ほぐすので、まあ、できるだけ細身に切っていった方がいいかもしれない、まあ、その方がね、火も入りやすいので。はい、じゃあこれはね、サランラップかけて電子レンジでまず2分ぐらい温めていこうと思います。ちょっとね、まだ生のところがあったので、もう2分ぐらい加熱していこうと思います。はい、しっかりとね、お肉に火が通りましたが、まだね、ちょっと熱くてこの後処理できないので、粗熱取っていこうと思います。はい、粗熱がね、取れたので、身をね、ほぐしていきます。はい、こんな感じですね。あとはね、具材をあえていくだけなんですけど、まずお肉入れていきます。はい、さっき刻んだネギですね。で、きゅうりは水分が出てるので、よく絞って入れていきます。はい、卵はね、卵黄の部分だけ使うので、卵白と分けたいと思います。はい、ではね、調味料ですね。調味料はまずコチュジャン、コチュジャンが大さじ1、ごま油大さじ1、ラー油が小さじ1、あと鶏ガラスープの素、こちらが小さじ1です。はい、ではね、調味料を全部入れていきたいと思います。はい、あとは和えていくだけです。はい、完成しました。ささみのユッケ風ですね。早速ね、いただいてみようと思います。いただきます。うん、いいね、あっさり。まあ今日はね、朝ごはんとして食べてますけど、全然おつまみとしてもありだと思う。うん、ささみはね、やっぱり高タンパクなんで、ダイエットにはね、一番使われる食材ではありますけどね。意外とレシピはないんだよね。うん、卵とのね、相性もバッチリ。うん、美味しいです。はい、というわけで、今日はささみのユッケ風作ってみました。まあ、最初に言いましたけど、寝起きなんでね、今日はちょっとカメラの前に上がっておりません。すいません。今後もね、引き続きダイエットメニューはね、どんどんやっていこうと思うので、頑張ってやっていこうと思います。
少しでも美味しそうだなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録はよろしくお願いいたします。では動画は以上となります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。